全試合スターティング5、タナー・ライスナー強心臓です。前節は1クォーターで7得点取りました。オグリー、さらにはスティールもお手の物、ヤニス・モランです。キャプテンの安藤誠也、今シーズンダブルキャプテン、チームを支える心優しきジェントルマン、ニック・ケイ。スリーポイント通算500本成功まではあと3、今日達成。さて、週末のゲーム、連勝を伸ばすのはどちらのチームでしょうか。ティンポー。さて、まずは秋田のポジションでスタートです。青木選手、いい守備ですね。はい、ニック・ケイからエヴァンス・ルーク、中へのアタック、ちょっとバックショットになんか合わせにいった、マカルー。いや、いいですね。エヴァンス選手は今もう強引にマカルー、マカルー、マカルーが行く。落ちたところ、もう一度マカルー、合わせにいって、ここで決めます。津山からエヴァンス・ルーク、そして津山プレッシャーをかけてきます。マカイ、エヴァンス・ルーク、外、スリーポイント。島根のラインナップに対して逆に秋田オンワン、まあ、土屋選手はサイズがあるんですが、はい、あ、ここも守備から熊谷、熊谷選手奪い取りましたね。土屋も来て、そこから飛び込んでナンクラー、クリスチャン・ネコール、ヤニス・モラン振ってから赤穂ライター、ライン確認してのスリーポイント。リバウンドはしっかりとボディクラーク、走る走る、ニック・ケイ、ニック・ケイの終わりです。熊谷と土山、ご覧のスクリーンもありますが、下がってから熊谷のスリーポイント。いや、いいですね、熊谷選手。まあ、熊谷も今シーズンは平均 8.6 得点、しっかりと点を取ってます。下がってから津山のスリー、トンネが来ました。田口選手は今日は本当ゴールコントロールにすごく徹してる、そんな印象です。そうですね。エコール当たっていく、田口中に入ってきて自ら2ポイント、ライスナー、ライスナー選手、いいセカンドチャンス、はい、押し込みましたね。赤穂も攻守に非常に存在感を今シーズン見せてくれてます。ヤニス・ボランからガディアガー、ガディアガー、いいアタックです。選手、いい合わせです。68対57、またペース上がってきましたね。点の取り合い、おっしゃる通りペースが上がってきました。コテクラーク、スリー、安藤スピードに乗っていく、下がって、ここも駆け引きから下がりながら2ポイント。さすがですね、安藤選手。渡して津山、ノールックで、ここはコティクラーク、コティクラーク下がりながら2ポイント。なんということだ、これで26得点。最後クラーク選手が締めましたね。はい、93対71、コティクラーク今日途中から出てきて26得点。